着物で待ってますから、着物で来てください。なんかドキドキしちゃいます。日本はそう、株を買うなら株ドットコム、株を売るなら株ドットコム、あー素晴らしい株の世界、株株株株株ドットコム証券。ちょっと待ってて、株を買うなら株ドットコム、株を売るなら株ドットコム。この人ワインのこと詳しい。板橋くん、あそこの鹿島平野とっていう話や、うん、高島平と高島って関係あるんだよ。稲垣とボボと高峰が結婚すればいい。高橋と峰岸南ってどこだっけ。高島で、じゃあ一緒の小学校じゃないか。知らんけど、高島平駅の前の喫茶店の店舗や。新しい茶もなく、ダブルの匂い吸着で12時間消臭、ウルトラチング、はい、吸水系アーバー、ダンナ。ある日のことでございます。木曽路はすべて山の中である。文豪の名作を10人の名優が朗読。聞いて楽しむ日本の名作、今なら素敵なプレゼント。詳しくは昨日の朝刊で。これをその新聞が見るんだわ。兵庫県加西市の中学校で男性教師がライターの火で男子生徒の髪の毛を焦がしていたことが分かりました。先月20日、加西市内の中学校で授業中に1年生の男子生徒が寝るような姿勢をとっていたため、26歳の男性教師が持っていたライターで男子生徒の髪の毛を焦がしました。男子生徒に怪我はなく、男性教師はその場で謝罪したほか、両親にも謝罪をしましたが、学校は昨日まで教育委員会に報告をしていませんでした。男子生徒は体調が悪かった可能性もあり、教育委員会は今日男性教師から聞き取り調査などを行っています。節分を前に注意を呼びかけました。消費者庁によりますと、豆やナッツ類は噛まなくても気道に入りやすく、乳幼児の窒息事故につながるとの情報が寄せられています。豆などの小さな破片が気道に入った場合、放置すると気管支炎や肺炎を起こすこともあるということです。取り除くには全身麻酔が必要で、場合によっては肺の部分切除となるケースもあることから、消費者庁は3歳頃までは豆やナッツ類は食べさせないようにと呼びかけています。はい、ではお天気をお伝えします。アルコール中毒、大谷さんお願いします。はい、お願いします。昨日は関東一日曇り空でしたが、はい、今日はよく晴れましたね。今日は特に、ね、気温も上がりましたね。気温も上がりましたね。最高気温を見ていきますと、南部を中心に10度には超えていくれたんですよね。少し暖かさ感じたかもしれません。ね、さあ、そして明日は節分ということで、なんで2つも食べるのよ。今日よりも暖かければ赤鬼、寒ければ青鬼が出てくるんですが、出てくるのはどっちだ。タバコ吸うとかっこいいなと。青鬼ということで、今日よりも寒くなりそうなんですね。今では、この節分の原因、寒気を今日と明日で比べていきましょう。でもちょっとかっこいいよ。まず今日はというと、北部を中心に覆っていたんですが、これが明日になると、中度。南部までほぼもうすっぽり覆うということで、今日よりも朝、昼ともに寒くなりそうです。では、明日の予報です。子供ができたから朝の気温は今朝よりも2度から3度低くなりそうです。北部の地域は氷点下3度前後まで下がりそうです。月1回ぐらいはお兄ちゃん外食しませんか。宇都宮は6度までしか上がらない予想です。まあ、風は弱いんですけれども、日陰なんかはかなり寒いと思います。
早速天気を500円ぐらいで明日もよく晴れそうです。ただ冬の晴れというのは空気が乾燥するんですよね。湿度の予想を見ていきますが、やっても 30% 前後まで下がるということで、今インフレでお兄さん電話してよ、しっかり手洗いをするようにしてください。今度の土曜はちょっと池袋に来てて、昨日は東京に金曜日雨マークがついていたんですけれども、お父さんと何回ご飯食べるかわからない。今日の最新予想を見ると、この金曜日は千葉とか神奈川の沿岸中心に天気が崩れる予想に変わってきてるんです。まあ、ただ金曜日はちょっとお母さん、この日もかなり空気寒いということで、今週はまだまだ寒かったそうです。安いご飯でいいから。カードキャッシングのご利用時に払いすぎたり即過払い金は返金手続きできます。お兄ちゃんも1ヶ月1回ぐらい帰ってこれるでしょ。1万人以上過払い金の返金で今の借金がいくら減るのか、現金がいくら戻るのか、5分ほどのお電話で無料診断いたします。最高裁で過払い金が認められて今年で10年、関西から10年で過払い金は消滅します。過払い金が消滅する前に0120-10-20-30-10-20-30-10-20-30やりましょうよ。ね、だから安くてしまうと。1人500円ぐらいで。あのラーメンでも100円。セキュリティ賃貸住宅、D ルーム、セミナーやってます。大和ハウス。ガストだったら500円ぐらいで。いろんな方法がある。でも内閣とは違った。3万5000人の体を変えた独自のメソッドで私の望むボディラインをデザインしてくれた。嫌ですか？首で女性らしいライン、ほらこんな風に。あなたもきっと変われる。私が変わったんだから。ねえ、月1回でいいや。嫌ですか？節分といえば恵方巻き。幸運の神様がいる恵方を巻き、願いを込めて黙って食べます。電話してよ。一本一本巻きたての美味しさ、イオンの恵方巻きで願い叶う年に。お兄さんに電話するぐらい時間ないでしょ。手袋でいいかな。コラボ実施中。ちょっと1年に1回少なすぎるよ。まあ1年夏があるから1年に1回っていう。猫と楽しいおやつ。うちのパパママ。もしもし、赤鬼です。まと言うこと聞かないんですか？あ、僕だ。遅くまで出ないから。子供が。